すべての生物には寿命がある。ちょっと野暮があったよ。へへ。ていうか、今日は俺も予定があるからラーメンは無理だ。お、死ぬか。まあ最悪の場合は。おい、君。おっと、危ねえな。気をつけろよ。すべての生物には寿命がある。そしてその最後の時は何の前触れもなくいつもの日常に突然訪れる。この力はレンズなどを通せば何ともないのだが、ひとたび外すと、ってことはカイドウだけじゃなく、そいつらも不審があるということだ。この手しかないか。見てんじゃねえよ、エロスカ。キャは覗かれた側のセリフだ。うわ、マジかよ。こいつも呼んだのかよ、クソ。気づくの遅すぎんだよ。で、俺たち何させようってんすか。隠蔽工作だ。大丈夫だ。僕がここで二人をサポートするから心配はいらない。なんか佐伯さんだけ楽しそうじゃないすか。何を言ってるんだ。おお、兄ちゃん悪いな、遅くなって。粘土を成り代わり作戦開始。あいつがやりそうなことなんて手に取るように分かるんすよ。そうか、お前の守護霊は粘土の父親だったな。さて、次の問題はこっちだな。井上、はい、岡崎、はい、カイドウ、チェリー。テストはもうやってある。カイドウの学力に合わせて僕が作った答案だ。え、マジ。テストがあることは事前に知っていたからな。なんだ、どうかしたか。チューピッピじゃん。え、違う。夢原さん、同じ塾だったのか。でも実際大変ですよね、女性の人っていろいろとさ。え、まあ。それにほら、そのいやらしい意味じゃなくて。もちろんいやらしい意味じゃなくて。どうしたんだ、リッくん。ねえ、カイドウくん、さっき私のことチューピッピって言うの。あれは足は別件だ。どうしたの、カイドウくん。ダメだ、こいつら。やれ。おい、取り付け、いい加減にしろ。真面目にやれ。何言ってるんですか、真面目にやってますよ。どこが触れもしない胸とどっちが大きいか、小さい脳みそでよく考えてみるんだな。あれ、いつものリキ君に戻った。これがいつものなんですか。確かにいつものだな。でもこれ、とりあえず離れろ。そして今日あげた分の好感度も元の数値に戻すんだ。好きな人に豚と言われたら十分オーバーキルだ。え、私はむしろ興奮するけど。もういい、とにかく今から僕の言う通りに行動しろ。俺様、暗黒の破壊神チンだ。カイドウ君。おい、そこの小娘。はい、こんな感じでいいの。なかなか悪くなかったぞ。姫原さんも比較的中二病に理解あるからな。いや、めちゃくちゃわかりにくいっす。つまりこいつと粘土の母ちゃんは元夫婦で。女の趣味は変わらないわね。え、行くよりき、二人の邪魔しちゃ悪いわ。その後二人はそれぞれの家で一夜を過ごす。家の中では二人ともそれぞれの役割を完璧に演じきり。疲れたっすよ。お疲れさん。雨だ。え、これやばくね。石になる前は晴れてたんでしょ。あれ、今メガネが壊れ。どうかしたか。最近お前なんでそんな。僕も死ぬほど疲れたから今日はラーメン無理だな。大晦日俺の家で年越しのカウントダウンしないか。おいいぜ、ジャンプでもすっか。全員が寝たらそっと帰るとするか。なんだ、随分お疲れだな。なんて、本当はみんなが泊まりに来るのが楽しみで寝れなかったんだけど。子供か。なんだ、なんだ、アレンどうした。おい、あ、悪い、ぼーっとしまった。あとはハイロか、珍しいな、あいつが遅れるなんて。ハイロ、ハイロな、さっき外で見たぞ。つーか、なんだろ、貴様ら、大事な年越しだぞ。そんくらい余裕だっつの。もし寝ても誰かが起こせばいいしよ。シュン。本当は全然眠くないが、お前らの起こしかかりはごめんなんでな。よっしゃ、俺力いくぜ。いけねんど。寝るな、お前も寝るな。あと4時間もありやがるのか。今年ももう終わりだね。面倒起きろ。久保安健。また意識が飛び上がった。よし、筋トレだ。寝てる。っていうか、腕立ての一番きついポイントじゃねえか。ダメだこいつ、マジで何やっても全く起きねえ。日々の習慣って怖いな。じゃあ時間になったら起こしてくれ。ちょっと待ってよ。なんでおめえが最初に寝ることになってんだ。はい、おやすみ。え、嘘だろ、まさかあのまま寝てしまったのか。ん、待てよ、夢ってことはあれは予知夢。はい、もしもし、くーちゃん、カイドウくんから電話よ。眠い。今年は静かに過ごせますように。神、今年もいい仕事お願いね。やはり今年も神はテレハスさんの味方か。はあ、すごい人だな。君は僕の女神なんだからね。年明け早々、おっさんのドヤ顔はきつい。高くして2億とか当たりますように。さっきと願い事が違うぞ。よし、これでようやく帰る。俺、佐伯じゃないか。ほらな、神なんていない。どうも、クソのパパです。ママです。可愛らしい子。俺、あ、いや、僕の方こそお世話になっているって。やっぱり僕とママは考えてること一緒だね。あんた2億だろ。佐伯の両親、ちょっと変わってるけど優しそうな人だな。お、はいよ。あれ、佐伯くんも奇遇だね。佐伯くんのご両親でしたか。はじめまして。くーちゃん、こんなにたくさん友達がいるなんてママ嬉しくて泣きそうよ。ハイロくんは何をお願いしたの。まあ内緒です。何してんだこんなところで。粘土くん、おお、相棒の父ちゃん母ちゃん。偶然だろうがな。
なぜなら僕の願いは全く叶ってないからな。よっしゃー。おー、それじゃあ鈴を鳴らしただけじゃないか。僕がお手本を見せてあげるよ。クソに良い女の子が現れますように。ちょっと待て、今何を祈願した？もう一度頭を下げて。新年早々オールキャストか。なんだこの美少女は。何なんだこれは。僕は静かに過ごしたいんだ。みんなよかったらこれからうちにおいでよ。おせちもあるし。あ、来て来て。初夢初笑い初オフよね。初オフってなんだ。よし、じゃあ出発。僕の唯一の安息の地。クーちゃんと仲良くしてくれてありがとう。礼を言われることじゃありませんよ。クーちゃん超能力者だから昔から友達が少なかったの。ママ何か言わないと。落ち着いて話を変えればそれで終わる話だ。そうだな、うん、どうしてくれるんだこの空気。余計変な感じになったじゃないか。マンボウのメスは一度に3億個の卵を産むって話。あ、やだ、ごめんなさい。大丈夫。少し遅かったかもな。またいつでも遊びに来てね。意外なくらい明るい両親だったよな。結局何だったのかな、佐伯くんのお母さんが言ってた超能力者って。バカな、漫画の見過ぎだ。お前が言うな。冗談だよ。じゃあまた学校でね。さてどうしたものかな。消えてくれ。 おなんだ。具体的な方法の説明はいろいろと複雑だったりするので省略するが。明けおめ。トテラ、よう先。まさか最近な。クーちゃん中二病だから友達が少なかったの。これが盟友のサインだ。忘れるなよ。大丈夫だ、覚える気もない。どう記憶が変わったかは個人によるため僕にはわからない。あ、最近きっと好きだった女の子に傷つけられたりしたのね。安心しなさい、この女神が君の心を溶かしてあげる。まあ無理もないか。まさか佐伯くんにあんなことがあったなんてな。粘土。テニス部の練習見に来ないか。神様には勝てないようだな。夏休みというのは素晴らしいな。一日中家で本を読んでいても誰にも文句を言われない。改造人間サイダーマン2号、こんにちは。そういえば母さんが言ってたな。近所付き合いは大変だ。お邪魔します。トイレの水もサイダーなんでしょ。泡の力でこびりついて汚れを落とすって。便利なサイダーだな。改造人間サイダーマン。この野郎。そこまでだ、怪人レモネード。その声は改造人間サイダーマン2号。衝撃でレモン汁が噴き出すわよ。レモン汁を全身に浴びてしまった。レモンサイダーになるだけだ。レモンサイダーだと。レモン果汁は効かないどころか私をパワーアップさせた。くらえ。レモンサイダーアタック。レモンサイダーが飲みたくなったよ。飲みたくなったら負けだ。レモンサイダー。いやー、3本買っといてよかったぜ。レモンサイダーアタック。レモン。ああ、どうした。顔が怖いんだ。申し訳ありません、コーラ男爵。次こそ。次はない。このコーラ男爵の女。粘土じゃないか。コーラ男爵じゃないか。ヒゲだけ。そっか、それで怖がってんだな。おら、怖くない。よく見えねえけどガキどうなった。サイダー出てけ。やけに外が騒がしいと思ったら今日は祭りか。人の多いところは大体嫌いな僕だが、いろいろあったがいい思い出だ。しかしすごい人の量だな。悪くない銃だ。22口径ってところか。ボルトアクション方式は久々だな。リンゴ飴でも買って。300円ね。そんなはず。こんだけ人が多いとやりやすいな。スリか、相変わらず間抜けなやつだ。すられた。僕がなんだあれ。この借りは必ず返すぞ。倍返した。重くて重ーちょっと修理したら財布と同価値になったのでアポートしてみたい。覚悟はできてるだろう。まあ警察に任せてもよかったんだが、それだと戻ってくるまで時間がかかるし。ないないぞ、僕の財布はないぞ。どこにしまってたんだ。そういえば高橋の財布はなかったな。もう帰ろうぜ。今から16年前、とある病院で可愛い女の子が生まれた。新生児室は見物人であふれ返った。その女の子、つまり私は自他ともに認める完璧美少女になったのでした。私は自分の魅力に気づいていないふりをする。なぜなら私は完璧美少女だから。そんな完璧美少女の私が不覚なことに、実は今気になっている男性がいるの。正解はこの地味な男、サイキクスを。ねえ彼女、もしよかったら俺とお茶でも。僕のスーパーカーでドライブでもどうだい。私と相対した男は全員私の美しさに顔を赤面させ。でもこれくらいでこの私から逃げ切れると思って。見せてあげる、美少女究極奥義。さらに大サービス、再び究極奥義、エンジェルアッパービーム。一緒に探してもらえませんか。職、現在
それらしい人物らしいです。あー、楽ちんだわ、ありがとうみんな。え、まだ見つかってないんですか？やれやれ、残念だったな、テレハシさん。体を透明化するのもその一つだ。生物に触れると透明化が解除されるから。手伝ってくださって嬉しかったです。マジでないわこいつら、このドジ、アホ、マヌケ。あれ、なんか減ってない？財布を家に忘れてきた。常人なら慌てふためくところだが、僕は超能力者だ。他人に迷惑をかけないという僕の主義に反する。母ちゃん、お金が必要って何があったの？あまり迷惑をかけたくないな。アポート、まさにこの状況にうってつけだ。仮に100円からなら最短で25回で980円に届く。ワイシャツもなかったら変だ。あだ名会議がより難航を極めることになる。少しスースーするな。靴下がないと。アポート、うん、アポート。なんでパンツがあるのかしら。これはサイキック層の災難、エクストラストーリーオブサイキック。アポート。ああ、持ち込みの電話をくれた方ですか？あ、はい、そうです。これは父さんのベルトか。ずいぶん安いな。シャー食うぞー。あー、おおい、カイドウ、お前何飯食おうとしてんだ。たまんねえな、特にこの尻とおっぱいがなかなか。よし、最後のアポート、やった、わらしべ長者成功だ。どこから入った、この変位置だ。ここの社員だよ。誰が出してるんだ。やれ、これなら皿でも洗った方が楽だったな。お、見えてきたぞ桜。よっしゃ、走ろうぜ。人も前んじゃねえか。朝6時で人がこんなに。朝6時から花見の場所取りとは、とんだアマちゃん場所取りストがいたもんだ。例えばあそこ、ブックストアの異名を持つ藤原。全然知らない。ここ空いてんじゃねえ。マジで、とれ、今すぐ確保だ。どこ、その石松村って書いてあんだろ。中岡くんだろ。じゃあ場所も決まったし、せーの、乾杯。あそこでカラオケやったら、うわー浮かれてんな。てか、あいつブックストアじゃね。あれ、なんだっけこの人。今こそ我々がレジスタントとして立ち上がる時。やっぱりカイドウくんだ。でももう帰る人もいるから空いてるかも。ねえ、私も一緒に行っていい？場所を探しならあちらをお使いください。松村くん、いいんだ。いいんですか？どうぞどうぞ。松村、うわー、空いててよかった。着いてたね。桜見えねえ。あれは幼稚園の頃、僕はじゃんけんで負けたことがなかった。クソくん、先生とじゃんけんして先生勝ったらみんなにも分けてあげて。続けた。次の日から先生は幼稚園に来なくなった。人がいるかいないかはテレパシーで判断する。受信範囲は200メートル。思考のない人間なんて存在しない。こんなやつでも、あいしょ、やだな。こんな人だろうが、あーひーひー、この男バカなのである。急に倒れたぞ。貧血、どうした。いや、悪だな、最悪だ。何やってんだ粘土、早く保健室に連れて行け。何が人工呼吸だよ、バカじゃねえの。おい、最近てめえ奇妙なこと言うんじゃねえぞ。聞こえたぞ。ガーマツオケ、まさか奇妙だってのか。そいつは病人だぜ、さっきから言ってるじゃねえか、奇妙だってな。 92.8 度。は、救急車呼べ。処分しておかないとな。おお、映ったのか、奇妙。負けんなよ粘土、恐ろしいやつだ。ちょっとやりすぎたか。まあ回避してよかった。あの辛さを忘れなければもう大丈夫だろう。これはサービスで直してやるよ。あ、しまった。あ、修行の辛さまでリセットされたか。サイキック層の災難5周年突破おめでとう。ほんと大したもんだぜ。だがまあ少しは褒めてやるよ。しかしこの先続けるのは厳しいだろうな。てめえ俺たちが誰だか分かってんのか。おこら、おいや、だから分かんねえつってんじゃねえか。やめろ粘土、失礼だぞ。ほら、前にニュースでやってたろ。今やテレビで見ない日はないほど有名な高校教師だよ。私はヒノキのぞみ、鋼の先生のマネジメントをしているわ。こっちはマサユキ、ギロチンをやってるわ。俺が伝説の勇者であり教師、鋼の剣だ。5周年が、うわ、本物。何のことだ。なぜならお前らには足りないものが一つある。足りないもの、だがその3つ全てを兼ね備えた俺が来たからにはもう安心だ。俺がこのアニメの主人公になって、よし、早速授業始めるぞ。ドキドキ勇者クイズ。勇者学のノリやめろ。よし、じゃあ気を取り直して、そこの冴えないメガネ、真の勇者に逃げるコマンドはないぞ、間違える。うわ、なんだこりゃ、異世界なのか。ああ、さっきの地味メガネ。まったく、人の5周年に泥を塗りやがって。その後、彼が本物の勇者になれたかは定かではないが、僕も出たかった。いや、お前はどの道無理だろう。
今日の授業は柔道だ。知っての通り柔道とは武道である。おい、誰か他に黒帯のやついるか。いやいやいや、黒帯くらいで騒ぐんじゃねえ。舐めてかかると大怪我を負うからな。なんだ佐伯、お前相手いないのか。まあ奇数だから一人余るのは仕方ない。では一本背負い投げを教える。佐伯協力してくれ。なんで僕なんだ。そして腕を挟み